あ、もしもし。おお、久しぶり。うん。あ、ごめん。その日無理だわ。その日足のトレーニングの日でさ、ハムストリングスと方向筋を集中的に鍛えなきゃいけないからさ、そっちに集中したんだ。ごめんごめん。うん。ほんじゃまたな。はいはいはい。高木慎吾チャンネル。来た来た来た。はい、ということで今回は自宅でもできる高木式トレーニング、すなわち高木式自宅トレーニングを紹介したいと思います。ねえ、皆さんの家庭にはね、必ずありますよね、ぶら下がり健康器。あるでしょ、持ってるでしょ。持ってない。みんな大体一家に一台ぶら下がり健康器って時代あったじゃないですか。コロナ禍に入ったばっかの2020年の時に、自分もどこもやってないって時に、はい、買いまして、はい。まあ今日はせっかくね、自宅でもできる、トレーニングを紹介しようと思うんですけど、まあおそらくこれを見てるね、方々、8割9割の方はこのぶら下がり健康器が自宅にあると思いますので、これを使ってね、やっていきたいと思いますけど、これが、ね、だから9キロ。来た来た来たー。男ならね、このやっぱ広い背中の筋肉をね、鍛えるためにやっぱ懸垂が一番ですよね。まあ懸垂でも、まあ高木氏の場合結構俺はもう、まあ、プロレスラーとしてもベテランに入ってきてるんで、結構テクニックを使うことが多いんですよ。だから懸垂大体普通の人はまあ目安としては10、例えば10回で、10回で終わらずワイドグリップで背中の幅をね、ターゲットにやった後に、今度は腕を狭くしてナローグリップでちょっと鍛えてる場所を変えていくという、最後にここで上の背中から今度真ん中の上背から中背にかけて鍛えるみたいなね、はい、ちょっとやってみたいと思います。背中のトレーニングのポイントはね、やっぱ肩甲骨を伏せることがいいですからね。肩にあんまり力ないので肩を落として、肘伸ばしきっちゃうと力抜けちゃうんで、まあ、肘は伸ばしきらずって感じでやりますよね。1回10回やってみます。で、これ10回終わったら10秒ぐらいインターバルですね。10秒ぐらいインターバル置いて、ここでまた10回で、これでまた10回で、最後にこれちょっと強度がね、そんな強くないんで丁寧、これだから1セットで10、10、10で、これ幅も厚みもね、腕も鍛えられるんでね、おすすめですよ。はい、まずこれが背中のトレーニング。まあ大体これだけで最初3セットぐらいできたらいいんじゃないですかね。はい、はつらつおじさん。はい、続きましてはダンベルを使ってのジャイアントセット法。まあ、ジャイアントセット法というのは、まあ、4種目以上のものを続けて行うことをジャイアントセット法というんですけど、高木式の場合は5種目連続でやってみようかと思って、このダンベル、これ9キロ、はい、9キロ、9キロでね、やりますけど、肩と、上腕二頭筋と、上腕三頭筋を鍛える。10を5回だから合計で50回ですね。50レップやって、一気に肩と腕を鍛えようという。まずはサイドレイズ。ね、肩を落として、これ見たことありますよね。上腕二頭筋が上を向かないように、そう、軽いのでね、あまり膝の反動をつかないように、はい、これ10回やったら今度はアームカーですね。呼吸は止めずにしっかりとね、これひねった時にね、小指を内側にすると余計上腕二頭筋の収縮が感じられますから。はい、次にこれ、キックバックですね。これ上腕三頭筋。トップで、ちょっと一瞬だけ止めるっていうのがまたポイントです。
んまくん上腕二頭筋三頭筋太いのもいいけどしっかり前腕も太い方がね男らしいんで、で最後にショルダーアップです。はい、こんな感じですね。まあ例えばさらにやりたいっていうんであればこうフライドローとかダンベルシュラブとかになるね6種目7種目とやれますけど、はい、3セットぐらいしたらねこれいい感じで息も上がるし、ね、パンパンパンすると思うんで9キロっていうのも重い、まあダンベルだったら4キロとか3キロでもいいんだけどチューブでもできますんでぜひ自宅でやってください。次行こうか。はい、高岸式自宅トレーニング最後はプッシュアップバー。これもある意味新日本の伝統ですからね、浜口道場の頃からこのプッシュアップバーでね使ってたんで、はい、プロレスのねプッシュアップだと、まあ、普通の腕立て伏せもあるし、ライオンプッシュアップ、まあ、反り式といったりねそのプッシュアップがあるけど、まあ、そのせっかくだその2つともじゃあ紹介しようか。まあ、普通の腕立て伏せであれば、まあ、つけてあげるっていう、まあ、ポイントはやっぱ背中のトレーニングと一緒に肩を落として胸張ってね肩甲骨寄せてしっかり手のひらに自分の体重を乗せて戻す時は気持ちちょっとゆっくり上げる時に速くて、まあこれが普通のプッシュアップ腕立て伏せですね。あとはプロレスラーがいいでライオンプッシュアップなんかとあんまりこれやんなくなったけど、まあ、ある意味これはもう上腕三頭筋のトレーニングではあり、まあ、ストレッチに近いかなって感じだと思ってんだけど肘を浮いて肘を浮いて胸を浮いて、これ誰が開発したんだろうな、山本哲さんかな、カール・ゴッチさんとかかな。この2種類、まあ、あとは腕の幅とかで、まあ、高速でやるときはね、俺も昔は100回ぐらいできたんだけどね、まあ、200回、200回は無理だけど、今はちょっともう50回ぐらいが精一杯かなと、まあ、できるんであれば、20回とか、ね、30回とか、まあ、30回、3セットとかね、ワイドスタンス、ナロースタンス、まあ、あとはさっきのライオンプッシュアップみたいなの入れて、20回、3セットを。1セットって来るのもありだ。限界までやっていただくことって高岸信号チャンネルもねコメントいっぱい多かったからね、トレーニング見たいっていう、うん、100回できるかどうかちょっとどうでしょう。ちょっと40歳だったから腕立て伏せ連続100回はね、いやできないかもしれないけど、いやゆっくりやったら多分無理だけど、もうパンパンパンってやってちょっと数えてもらっていいですか。わかりました。ぶっつけ本番だからこれ NG したらもう二度とできないですから多分途中で止まったら100回もできない。1セット目で潰れたら2セット目3セット目絶対できないから間違いないね10、20、30、40で間違いようがないじゃん。もう俺多分50ぐらいもし超えたらもう頭真っ白になっちゃうと思うから、よし40歳はつらつおじさんで元気はつらつとか言っててね、腕立て伏せ100回もできなかったらねダメだね、ほんとやばい、すごい緊張するな。ちょっと東京ドームのメイン後にねえ前乱入するより緊張するぞこれ。あれ緊張するじゃない早くしてください。いや早くするけど何数える人が緊張するの俺これできなかったらこれちょっとねいろいろタイトルマッチ KOPW のベルトをかけてくれの気持ちでいきますよ。よし100回、いや久々だなこれ恥ずかしいなコロナ中もやってないぞ、自宅トレーで初めてだぞ。よしやってみるか、人生はチャレンジだ、いきます。10、20、まだ30、わ長いなこれ40、ちょっと待って、冷たいからねまだ今何時くらいだった。私は8です。
おお、やば。うわ、態度落ちてる。70。やばい。そこに捨てて詰められねえな。おい、かっこ悪いじゃねえか、俺。なんやかんやでできると思ったのに。あ、80いってない？ 77。奇襲。お前、ダメだ。釣れんなよ。予想以上にきつい。あと20。よし。あ、90いってない。まだまだよし、あと10。おい、やばい。よし、集中だ。はい、潰れそう。あと何回？あと5回です。おし、切るぞ。やばいだ、雪やばいだ。あと2回。99。いけるじゃねえかよ。100。よし、よし。ちょっとこれね、練習生の若手の練習だったらめっちゃ怒られるけど潰れてないからセーフ。やば、胸もパンパンやばい。できないと思ったでしょ、できないと思ったでしょ。いや、俺実は正直言うと、やっぱ30代、20代、まあ10代の時からやってるから、まあ100ぐらいだったんだと思ったけど、もう2、30ぐらい行った時に、あ、もうやめたいと思って。いやー、でも潰れてないからね。うん、そんなケツをガーッと上がったわけじゃないから。セーフ。プッシュアップ100回チャレンジ、大成功。俺の言いたいことは以上だ。高岸式自宅トレという感じでね、もう自宅でね、そんなもうジム行かなくてもね、本気になれば何でもできるよ。ね、本気になれば何でもできる。いいか、これを見てるみんな、自宅でも本気になって俺と同じように鍛えていこうぜ。めちゃめちゃ大きかった。いや、本当に危なかった。100くらいいけると思ったけど、やってないからびっくり。